いかんわ。なんなんこれ。私下手くそすぎて死にそうなんやけど。とりあえずまた外側に出んといかんのかな、これ。ほい。あぶね。あ、また1階まで降りてきてしまった。くそ。それはちょっと降りすぎ。あと、あ、こっちであったのか。え、合ってないよ。んどこ？あそこか。あと、鼻先。どうやって行くんだよ。え、あっこの上がでかく開いたことのなんか意味はある？他になんか意味ないかな。あそこから水を注ぐっていうだけかな、あれは。これはまたここから上がっていかんといかんのかな。じゃあちょっとまたこう一番上に花をちょっと持ってきていただいて、はい。あ、違う、これちょっと待って、撮影した。そうじゃなくてこの辺か。やべえやべえやべえ、1階まで降りてきてしまった。そうじゃなくて難しい。私が難しく考えよるだけかわからんけど、とりあえず難しい。これで逆方向に回転するようになったよね、多分。逆回転はいいんやけど、これで、え、また花の道のとこまで行けばいいんかな。うおっと、びっくりした。よいしょ。はい。そして、はい。あ、ここ宝箱のとこや。イエーイ。取らして。はい。取らして。はい。やった、取れた。炎の矢×10。炎の力が封じられて10本セット。で、ここからほら、もうすぐに乗り移れたんやん、あれ。ほとんど距離なかったんや。水で全然見えんかったわ。ね。え、で、あとはここの上とか登れたりするの？いや、別に登れんね。あっち側も別に、じゃあ登れんってことか。あとはこれ逆にさ、なんかここ逆にこういったらどうなるの？この位置で。ああ、塞がった。ああ、壁になった。あ、でもこれってさ、あれじゃない？頭上におるときにこうやったらいいんじゃない？ということは、ちょっと、また一旦ちょっと開いていただいて、私がここから鼻先に向かっていくやん。鼻先向かっていって、また、このバルッタの頭上に乗って、その状態で、あの位置に戻したら、多分その今まで行けんかった、本当に鼻先に行けるんじゃない？よいしょ。どうよ。これ、ちょっと待って、もうちょっと下ろして。はいはい。これでいけるかな？どのあたり？このあたりまで。この調整がちょっといまいちよくわからんくってさ。ね。さあ、今だ、飛び出せい。待って、全然だわ。なにどういう状態？じゃあ待って、もう一回。全然パラセール開いてなかったよね。はい、もう一回。この鼻の微調整、鼻の微調整難しいんだけどやばいな、多分すげえ下手くそなんだな私が。はい、とりあえずこの平らにした状態でいきます。こういきますからのこの辺までかな。この辺まで行って、上がるとこまで上がって落ちそうになったらパラセールで前に向かって飛ぶと。どう、もういける。はい、いけ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 。あー、足りんかったか。いや、足りろ。そたこれぐらいのとこ登れろよ。もうちょっとか。もうちょっと高くせんといかん。あと1段階ぐらい高くせんといかんかったってことかな。3段階目のとこじゃダメ。よし、再びチャレンジ。でも鼻先に行く方法は多分分かったやんか。多分ね多分さっきたどり着いたあの頭上から逆にこっちの鼻先に渡っていけばいいんやと思うけん。さあ、これでこの位置まで行けばどうだ。さあ来い。このままシューンって向こうまでやってくれんかな。あ、なんでなんちょい待って、もう下手くそか。はい、ちょっと逆向いて、はい。逆向いて、はい、動かして。そしてまたちょっとあの辺りまで。はいはい、ここまで来たよ。よいしょ。この上にはいけんのか。はい、そしてはい、こっちまで行くよ。さあ来い。この辺いける。あ、いける。そこいけるでしょうよ。うわ、どこ。待って、これ最悪じゃね。あ、でもこれでさっきのとこに戻るかな。あ、戻った、よかった。ここね。いかんわ、なんなんこれ。私下手くそすぎて死にそうなんやけどこのさ、もうきっと多分分かったのにできんのはちょっとあれよね、テクニックがないということなんよねよいしょ。はい、ここまで来たよ。そしてはい、こっちまで。一番上までじゃないよね。最初にたどり着いた時にちゃんと数えておけばよかった。さあ、この辺はい、いけ。あれ、やっぱ一番上かな。一番上かもしれん。そっち行っちゃダメなんだって。そっち行っちゃ怖い。やっぱ一番上かもしれん。くそ。そしてちょい体力。じゃあ今度は端から端まで。多分端から端だなこれ。はい、降りて降りて降りて。はい、上がって上がって上がって。上がって上がって。はい、一番上まで。そしてここから、はい、一番上まで行きます。OK。パラセールを使うタイミング。パラセールっていう文字が出てきたらすぐに。すぐに行け。はっ。たどり。変わってなくね？ほら、変わってないんやけど。どういうこと？なんなん？どうやったらたどり着くん？これちょっと。たどり着けんのやけど。あの上に行けたのは私まぐれやったんかな？つら。つら。もうちょっと手前、一番端に乗っとったらいかんってことかな？もうちょっと手前のところから飛んでいけばいいんかな？どのぐらいの位置よ？それは一体どのぐらいの位置よ？よいしょ。ほっ。もうこれ以上いけんかな。でもこんなとこから絶対たどり着かんと思うんやけどな。どう？一応行ってみるけど。あ、いけるか。あ、いけたわ。いけたわ。なるほどね。端からじゃいかんかったんやね。で、これで、これで、あれ？あ、危ない危ない。落ちたらいかん、落ちたらいかん。これでさ、どうやっていけばいい？ちょ、待って、なんかこの上から落ちそうですげえ嫌なんだけど。今こういう状態やんか。一番向こうにするんじゃなくって。なんだ？どうだ？これぐらいの位置？どこについたんやろう？全くわからんねえけど。これも止めれたりとかするアイスメーカーで。はい。全然なんもできんわ。全然なんもできんわ。怖い怖い。落ちるって。ちょ待ってね。こっち側また移動してきて。そこの鼻先に乗れということか？よいしょ。ってことは、どれぐらい？これぐらいに動かして、見えないんですけど。遠いよね。確実に遠いよね。遠い遠い遠い。これ以上上って、いけんよね。これ以上上にはいけんよね。なんだ、どうやればいいんだ、これ。やっぱ一番こっち？私これ潰されたりする？大丈夫か。当たって止まるか。止まる？ああ、よかったよかった。これでなんなん？行き詰まったぞ。ほら、あっち側に、なんか脳みそみたいやね。あそこに多分あるんやろ？なんなん？どうやって行けばいいん？ちょっと。方法がわからんねえけど、多分さ、あの鼻先のあの水やっぱ止めんといかんと思うよね、多分きっと。そこの水をさ、え、これ水よね、これをこう、え、何、止めれなくね、こう何も出てなくね、はい、いや止めれないんですけど、全くもって止めれないんですけど、あっこの上はどうやって乗れる、どうやったら乗れる、あっこ。逆にこう一番下にしてみるとか、逆にでこっから飛んで いけないですよね。ああ、もう全く届かねえや。あ、いける、もしかしてこっから飛んでいけるんじゃない？あ、届くんじゃないこれ。ほら。いけるやん。なるほど、あっちから。あ、なんかこれ吹き出されん、大丈夫？私なんか弾き飛ばされたりとかしそうなんやけど。うん。たどり着いた。たどり着いたけどどこにもないんやけど、やっぱこれ止めるんかな。こう。止めれねえ。ここにたどり着いて、もう一回鼻動かしていけばいいんかな。どれぐらいまで？これぐらい？なにこれ、どう、あった、あった、ってことはこれを、なに、どれぐらい、これぐらいまで動かしたらいいんかな。もうここから落ちたくないよ私は。あー怖い。どう、大丈夫？あ、これいけ、あ、やった、きたー。これで最後の1個ってこと？シーカーストーンを確認しました。制御端末はこれで全部、おお、全部メイン制御装置を立ち上げられるようになった。メイン制御装置を立ち上げられる、これで。よく見て、新しく光っている大きな印があるはず。新しく光っている大きな印、要はメイン端末のとこに行けばいいってことやろ。気を緩めずに、ほい、了解。ふう、これでやっと、ん？なんかあの上にあるよね、ほらこれ。あ、敵やんこれ、ほら、ここに敵がおるってことはなんかあるんかな。なんもないし、別に。あ、あっち側に宝箱。あっち側に宝箱、いけるんかな。私降りる方間違えたかな。あっち側に降り立って、あっちから弓矢で撃った方が良かったような気が。あ、いけるか、なんとかいけ。あ、いけたいけた、よかった。はい、宝箱、氷の矢10本、やった。めっちゃ矢手に入れたやん、やったね。これであともう下にパラセールで降りてったんでいいかな。ここやろ、メイン。てってってって。あとこれを起動したらもうバルタは解放される？解放かな？わからんけど。なに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 、ついにじゃないの？なに？なんかすごい危険な気配がするんやけど、なになに、なに？敵？なんか超強そうなんですけど。うわー、なんかありえないんですけど、何こいつ。しかも超不気味なんやけど。ガーディアン。真珠バルッタリスク、水のカースガノン。ガノン?はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。